Z さん大発見っす。どうしたハルキ。俺たちマン兄さんのメダル3枚も持ってたんすよ。何言ってんだハルキ。これはゾフィー兄さんとジャック兄さんでございますよ。失礼しました。仕方ない、ここはお一人ずつ教えて差し上げましょう。お願いします。うん、まずはこのお方だ。あの時急にハルキと気持ちが合わなくなった。これまでいい感じでやれてたのに、なんでなんだ。こんなの初めてだ。何なんだこの気持ちは。ハルキ大丈夫かな。91、92、93、94、96、95、94。ちょっと、からかわないでくださいよ。ごめんごめん。でも到着前にそんなやったらお腹空いちゃうよ。なんか、もやもやして。あっそ。ま、ほどほどにしなよ。よし。じゃあ、中島陽子、準待機入ります。到着よろしく。ボス、お疲れ様です。お疲れ。あれはデートだな。誰かいますか。真帆さん。いや、真っ先に帰るか。あれ、なんかすごく嫌な予感。何？近い。え？え？うわー！これ、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 ボーサルでした。うわー！お金、いただきます。で、一番大事なもの一体なんだい。この命と引き換えにでも守ってやる。誰のためにこの力は。
そこの貴様、我が注目の情報を特別に教えてやろう。That's enough excitement! Ultra Galaxy Fight, the absolute conspiracy! Something is happening in this galaxy! So this is the power of darkness. I deny both light and the bond to stand up for justice and overcome challenges. That's Ultraman! So you're Tartarus? Come to witness history. Now on YouTube. Access granted.必ずチェックするのだぞ。こんばんは、僕カネゴンって言います。あ、どうも、夏川春樹っす。じゃなくて、なんで食べちゃったの？ あれは食べ物じゃないよ。お腹壊しちゃ。だって、お腹がついて死にそうだったんだもん。僕ね、お金が食べ物なんだ。あれはお金じゃなくてメダル。え、早く出して。どこにあんの。おしゃー、じっとしていてね。すぐすぐすぐだって、一緒に一緒ね。冗談、本当に冗談。負けない。ごめんなさい。じっとして、動かないで。やだ。何、これは便秘に効くからね、金子。分かった。次、一気に出しちゃいましょう。一気に、吸って吐いて。はぁ、ダメだ、どうしよう。落ち着けよ俺。あのお金、そんなに大事なものだったの？だからお金じゃなくてウルトラメダル、テッドさんからもらった大切なものなんだ。ゼットさん？もしかしてあれかな、胸に Z って書いてある大きな人？え、知ってんの？さっきメダルを食べた時、バババって頭の中に見えたんだ。ハルキがウルトラマン Z ってやってた。知り合い？まあ、知り合いっていうか。え、何顔？どういう顔？何？ウルトラマン Z は M78 星雲、光の国ってとこからやってきた正義の味方っす。なんでハルキが Z ってやってたの？実は最初の戦いで俺と一緒に怪獣にやられて。起きなさい、地球人。ここは私とお前が一つになればもう一度戦える。あいつを倒してみんなを守れるんだな。ああ、守れる。でも、もう一度戦うために俺と Z さんは一つになったんだ。かっこいい。ゼロ、セブン、レオ。ご唱和ください、我の名をウルトラマン Z！ ウルトラマン Z！ ウルトラマン Z、アルファエッジ。初めて変身したのがアルファエッジ。ゼロ師匠、セブン師匠、レオ師匠っていう3人の師匠たちの力が合わさってるんだよ。師匠多くない？うん、俺も思った。得意技は秘伝の宇宙拳法。俺も空手やってるからこの姿が一番動きやすいんだ。おいしい。セスティム構成、あれ？ってことはハルキウルトラマンなの？今そこ？まあ、半分はそうなのかな。すごい、ハルキウルトラマンなんだ。すごい、ハルキ。みんなにバレると困るからやめて。やめない。なんか、どうした金子？苦しい。大丈夫？アクション。
おお、よかった、うん、でも、どうしてアルファエッジに使う3枚もしかして、俺が Z さんの話を聞かせたから。おい、誰かいるのか。隊長、まずい、金が隠れて。なんで。なんかすごいでかいくしゃみが聞こえたけど、あれお前か。アッシュ、アッシュ。なんだ、まだ花粉飛んでんのかな。そうか、お大事にな。あと、くしゃみするときは手で押さえろ。あ、押す。あと、なんだこいつ。バレました。気づくわ。なんなのこいつ。寝袋っす。これがめっちゃ寝心地いいんすよ。そうか。当直が寝るな。おーし、メインルームで待機します。いいな、あれ。セブンガー、ウィンドム、そしてキングジョー。ようやっと怪獣を倒せるところまで来たか。特空機3号キングジョーストレージカスタム。ペダリウムハンマー、テン！キングジョーストレージカスタムセパレートモード。キングジョーストレージカスタムアンクモード。もともとの性能が高い宇宙ロボットがベースなだけあって、桁違いの能力だ。キングジョーストレージカスタムロボットモード。この調子で開発が進めば、そのうちウルトラマンを超える力も。ウルトラメダルの製造法。もっと頑張ってもらわないとな。我らがウルトラマン Z、 そしてあのウルトラマンティガの武勇伝が再び。ウルトラマンクロニクル Z ヒーローズオデッセイ、毎週土曜朝9時好評放送中。おも、持ちにきし、後でけって。ちょっと動いてよ。またお腹空いてきちゃった。あ、コズが減ってるよ。これがゼロになるとね、動けなくなっちゃうんだ。まずいじゃん。ない、ちょっと待って。少ないけど、これ食べて。いただきます。てか、急がないとミドルが消化されちゃう。次はベータスマッチの話っす。オース。ウルトラマンエースパドル。ウルトラマン Z ベータスマッシュ。 Z さんと出会ってから2番目に変身した姿、それがベータスマッシュ。エース兄さん、太郎兄さん、そしてマン兄さんの力を借りてるんだ。うかい、あいつだ。知ってるの。気のせいか。アルファエッジに比べてスピードは落ちるけど、それをものともしない怪力の持ち主、超パワーファイターっす。ムキムキだね。セットランスファイヤー。かっこいい。ありがとう。いやー、うわー、ちょっと待って。
今度誰だよ。急いで。おい、よいしょ。ごめんごめん。苦しい。我慢して。来た。勘弁してよ。今ゆかさんに見つかったら。解剖の時間だよ。やめてよ。いそ、何ジェット。うわー、びっくりした。何してんの。あー、ヘッドスライディング。ここでゆうかさんは残業っすか。いやクルジオライデンの解剖が止まんなくってさ。なるほど。話長くなりますか。うん、なるよ。ね、分析してたらね、興味深いことが分かったの。地球上の生物と比べて染色体の数が異常なほどに多い。おお、誰か誰か戻って戻って。何口。そう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 。それに人と同じく。何でもないっす。どうぞ続き。人と同じく XX の染色体が存在していたとなると、まあ、あの子はメスってこと。オス。だからメスだっつーの。メスってことはよ。うなれてきちゃった。可能かもしれないってこと。これってすごいことじゃない。メス。いや、すごいっす。もうなんか最近上の空だよね。しっかりしてよ。前線に立つのは君なんだから。それじゃ、お疲れ。お疲れ様です。疲れた。タヤシバブバババビーム。いいね、君は元気そうで。あ、てか何やってんの。 Z の真似してるんだ。僕もウルトラマンになって怪獣をどんどんやっつけたい。すごく面白そう。待って。お、なに。そんな単純なことじゃないよ。俺たちが怪獣と戦うのは被害に遭って悲しむ人たちを守りたいから、平和を守りたいからなんだけど、怪獣たちにも暴れてしまう理由がある。むやみに倒したいわけじゃない。この間出てきたレッドキングだってただ自分の家族を守ろうとしただけで、俺はそんなレッドキングを。あの時何もしなかったら悲しむ人たちがいっぱいいたけど、レッドキングにも家族がいて。卵。今この世界に怪獣の居場所はない。かわいそうだけど、だからこそちゃんと背負いたいんだ。命を奪う責任を。で、なぜ筋トレ。わかんないっす。何をしたらいいか考えても考えてもモヤモヤして。先輩は覚悟決めて戦ってる。俺は情けないっす。よいしょ。で、お金食べる？元気出るかもよ。人間はお金を食べないんだよ。でもありがとね。そっか。あのね、メダルはハルキのことを信頼しているみたいだよ。お腹の中から伝わってくるんだ。
メダルが戻りたがってるって。こんな僕のことも心配してくれた優しい春樹のところに。ウルトラメダルが俺を？さあ、Z のお話聞かせて。メダルを取り出そうよ。おっす。ウルトラマンティガ先輩、ダイナ先輩、ガイア先輩の力を借りた姿、ガンマフューチャー。へえ、ガンマフューチャーはどんなことが得意なの？分身や瞬間移動、相手の動きを止めるとか、変幻自在な光の技を使うことができるんだ。へえ、来てます来てます。ガンマスルー、フェスティウム光線。なんだか魔法使いみたい。いや、苦しい。あ、来た。金子、大丈夫？ハルキ、もうダメかも。そんな、しっかりして。ハルキ、ごめんね。そうだろう。おい、カネゴ、カネゴー。え、あ、急ぎ急ぎ、これどうやったけんの、早く。騒がせしてごめんなさい。ありがとう。こちらこそありがとう、金子。バイバイ、バイバイ。またね。おかげさまで分かったよ、春樹の悩み。おっす。一つになってるのに分からないこともあるもんです。うん、難しい問題です。だから俺も考えるよ、一緒に。ウルトラマンにとっても大事なことだと思うんです。Z さん、あ、腹減ってたみたいです。何がおかしいんだ？え、どうした？お腹は空いてるみたいです。お腹が空いた？なぜ音が鳴るんだ？え、
どうして？いや、だからウルトラマンはなんないんすか？あざっす。ブルトンの仕業だ。時間も空間もめちゃくちゃになってしまう中、ハルキにも不思議なことが起こる。次回ウルトラマン Z 四次元競争曲、ウルトラクエルゼイ。マグロご賞味ください。チャンネル登録、秘伝の神業、ここを押すと光の速度で更新情報をお届けします。